ホルメンコーレ連ジャンプ競技場は、ノルウェー、オスロ郊外のホルメンコーレ連地区に位置する、ラージヒルのジャンプ競技場である。隣接して、クロスカントリースキーコース、ノーマルヒルなどがあり、ノルディックスキーの発祥地であるノルウェーにおける代表的な競技場であることから、ノルディックスキーの聖地とも称される場所である。ジャンプ台は現在までに19回改築され、 前回1982年の改修で観客席の収容人数は5万人以上に増やされた。2008年夏から2011年の世界選手権に向けて19回目の改築工事が行われ2010年3月に完成した。現在のスタートタワーは地面から60メートルの高さにそびえ海抜417メートルになる。 バッケンレコードは2011年3月5日にオーストリアのアンドレアス・コフラーが記録した141.0メートル。毎年100万人以上の観光客がジャンプ台とスキーミュージアムを訪れる。スタートタワーの頂上からはオスロ市内及びオスロフィヨルドを一望できる。1904年、踏切台が一室に改造されたホルメンコーレンジャンプ競技場。 ホルメンコーレンスキー大会の前身は、現在より街の中心地に近いアラーンのビりで1879年から1891年の間行われていたハズベイレネットである。1887年にホルメンコーレンへの道が開かれたが、当時この一帯は住宅地ではなくレクリエーションの時に使用されるだけであった。ICL ホルムはこの地のレクリエーションセンターとしての 潜在能力を見抜いて開発を決意。1886年にパイゼスト手案を設立。1891年にはホールマンクオランスポーツ州。1894年にはホールマンクオランサナトリウム。1900年にはバクセンコリンサナトリウムが次々と開設された。1890年のハズベイレネットは雪不足のため中止となり、 代わりにフラグナーセトランのルバキンで大会が行われた。街から遠いために大会は日曜日に行われたが、このことに批判があったためその代償として入場料を徴収しないことを決めた。翌1891年、ハスビーバーキンで最後の大会が行われた。1891年のシーズン後、ハスビーバーキンの土地所有者とリースの交渉をする必要があった。 ハシビでは雪不足が何度かあり、フリッツ・ビートフェルトとハンス・クラウはベシラットに新しいジャンプ台の建設を提案した。ノルウェースキー振興協会は半年後に会場の移転を承認した。ベシラットの丘のふもとに作られた小さな池はホテルへ十分な水の供給を生み出した。この池は冬の間氷で覆われる。建設は簡単であった。 木を数本伐採し、雪が降ると枝を払った。ホルメンコーレンでの最初のジャンプ競技は1892年1月30日に行われた。アーンはアベットがおよそ1万2千人な人来し1万5千人の監修が見守る中21.5メートルの最長不当距離を記録した。なお、このジャンプはノルディック複合の前半ジャンプでスベイン・サリドが ホルメン高連大会初代チャンピオンとなった。以降もホルメン高連大会では、ノルディック複合のみが行われ、順ジャンプ競技が行われたのは1933年が最初である。歴代優勝者は、ホルメン高連大会におけるスキージャンプ競技を参照。最初のジャンプ台は、踏切台の直後に塚があり、これが落下するような感覚を与えて、着地を難しいものにした。 そこで、ジャンパーがより安全に着地できるようにプロフィールをわずかに変更することが決められた。とはいうものの当時は、標準プロフィールというものは存在しなかったので、ノルウェースキー振興協会は、より良いプロフィールを作成するために試行錯誤した。新しいプロフィールのジャンプ台は1894年から使用され、改良工事には2000ノルウェークローネが投じられた。 初期のジャンプ台は踏切台を毎年作り直していたので位置が毎年変わった。1904年に踏切台が一室みで築かれ固定された。1907年のシーズン前にランディングバーンが25メートル地点からわずかに掘り下げられ、より着地が要因になった。1910年に踏切台は位置を変え、高さ2メートルの一室みに作り替えられた。 硬い氷の層で池を保つために雪が降ったら取り除かれた。氷が十分に熱くないとイベントの最中に観客席に問題が生じるからである。1913年から池はホテルのサービスの一環としてスケートリンクとして開放された。しかしこれは成功せず数年で廃止された。1914年。 インランのタワー赤後のホルメン高レンジャンプ競技場1910年代には、当時アメリカで一般的になっていた足場構造でインランが構築されたが、ノルウェーのマスコミには酷評された。1914年のシーズン前、高さ10メートルの鉄製足場のインランが構築された。これはマスコミから大きく非難された。自然農家でジャンプ競技を行うのが世論であった。 しかし同年、ナイデルスバーキンとソルバーグバキンの2カ所のノルウェーを代表するジャンプ台が同様の構造を取り入れた。1914年1月15日に新しいジャンプ台で試技が行われ、34メートルを記録した。これは当時の世界最長記録であった。ジャンプ台はその後も数回回収された。プロフィールを改善するため掘作を行い、 ランディングバーンに発手して、斜面を保護した。1923年ホルメンコーレンスキーミュージアムがタワーの下に開設された。これは世界最古のスキーに関する博物館である。第二次世界大戦後から1980年代中頃までヤコブバーゲが館長を務めた。ノルウェー皇太子のオーラブ世は1922年と1923年に、 ホルメン高レンジャンプ大会に参加した。1927年、試合後に、積雪過重により、インランの構造物が倒壊した。これにより、ノルウェーにおいて、観客席、インラン構造物の公的制限が導入されることとなった。この時、世界記録は60メートルを超えており、ホルメン高レンはこれに遅れをとっていた。そこで高さ19メートルの構造物が従来より、 踏切を9メートル後退した場所に建設された。1927年に倒壊した後再建された、ホルメン高レンジャンプ競技場1928年に、ベシラッド地は一部排水されたが、この池を水源としていたホテルは翌年排水を許可しなかった。1931年、池は完全に排水され、アウトランが延長された。1930年代、 ノードマーカーのロドクライブに80メートル飛べるジャンプ台を建設する構想が持ち上がり、ノルウェースキー振興協会はこの件に関し1937年に正式な調査を行った。ホルメンコーレンが国際大会の開催には小さすぎるものになったというのが一致した意見であった。1940年のルディックスキー世界選手権のオスロ開催を控えて、 ノルウェースキー振興協会はより大きなインランの建設を決定した。1938年に高さ40メートルのスタートタワー建設が開始された。従来より12メートル後方に移動し、踏切の高さも6メートル高くなった。スタートタワーは1940年に完成したが、世界選手権は第二次世界大戦のため中止となった。ドイツによる ノルウェー占領のため5年間にわたり大会は中止、ジャンプ台は対空砲台として徴用されインランは緑色に塗装された。1945年、ジャンプ台は改修され、新しいインランと巨大な観客席が整備された。オスロオリンピック開催直前のホルメンコーレンジャンプ、競技場1948年、オスロは1952年の冬季オリンピックを開催することとなり、 ジャンプ台は大きく進歩した。これまで観客席は仮設のものであったが、オリンピックを控えて常設のものになった。新しい観客席は、ジャッジタワー、ロイヤルボックス、放送ブースを備えたものであった。スタートタワーも再建された。木製の構造に外壁を設けて白く塗装し、エレベーターも設置された。またジャンプ台を拡張するために着地斜面を、 構造物で立ち上げて延長した。立ち上げられた構造物は3階だけで、1階と2階にはスキー博物館、3階にはレストランが入居した。アウトランの池は6メートル掘り下げられ、夏の間は3メートルの水深と摂氏10度の水温を持つ水泳プールとして活用された。これらの整備に対しオスロ市は1500万ノルウェークローネの費用を投じた。この整備により、 市民のレクレーションの場が提供されることとなった。この改築のデザインは建築家のフローで離南が行った。オスロ市は1968年の冬季オリンピック誘致に名乗りを上げたが、これは失敗に終わった。1966年、ノルディックスキー世界選手権の開催決定を受け、国際スキー連盟の要求を満たすアップグレードの詳細が明らかになった。 より長いジャンプを可能とするため踏切の位置を10メートル後方に移動し、池をより深く掘り下げ、両脇の観客席をコンクリート製に作り替えることとした。合わせて従来より高く改築されたスタートタワーはスタートとアウトランに56メートルの高低差を生み出し、助走路の長さを任意に調整できるようになった。この世界選手権では得点計算に初めて、 コンピューターが導入されたが、連絡、情報伝達には、オリンピック当時と同様優先電話が用いられ、公式発表とスコアボードシステムは、手動のままだった。夏のホルメンコーレンジャンプ大戦1971年までに、ノルウェースキー振興協会は、ホルメンコーレンスキー大会からの収入の割合は、小さくなっていた。振興協会は、スキーコンプレックスの建設について、 議論をはじめ、ロルフラムをスキアードは、大小のジャンプ台を併設する計画を提案した。スキージャンプとクロスカントリースキーの密接な関係を考慮して、ホルメン公連にジャンプ台を維持することで一致した。しかしホルメン公連のジャンプ台は、上部が地面から高く立ち上がった構造物であるため風に悩まされていた。フィンランド、ラハキのサルポースセルカの経験はジャンプを丘に組み込む。 ことによって風に対抗できることを示したが、すぐに可能な解決策は見つからず、古い構造は維持された。1977年に夜間照明が整備され、夜にはオスロ市内からもその明かりを見ることができた。1978年には問題のあったエレベーターが交換された。また、このごろ池の中にステージが建設され、演劇やコンサートなどが上演された。 オスロ市議会は1980年東京オリンピックの誘致を検討。1979年、オスロ市は1982年、ノルディックスキー世界選手権を開催することとなったが、ジャンプ台は回収が必要であった。回収に必要な5000万ノルウェークローネのうち、ノルウェースキー連盟が500万クローネ、残りをオスロ市と県が負担することになり、 巨額の公費支出は論議を巻き起こした。今回の改修では各会場に電子機器の導入が行われた。ランディングバーンの横に飛距離測定員が立って手動で測定する従来の方法に変えてローボトロンのビデオ測定システムが導入された。その他中央電算記録集計システム、電子スコアボードシステム、電気式速度、時間測定システムなどが新たに整備された。 インランには、可動式スタートゲートが設置されたが、これは後にシットバー式のゲートに交換された。ランディングバーンも改修され、直線部分が10メートル下方に移動された。アウトラン部分では13万立方メートルに及ぶ、掘削が行われ、ベシラット地は7メートルの水深となった。観客席も改修され残っていた、木造部分もコンクリートで再建された。 ローボトロンのビデオ測定システムは信頼性が低く、1986年に取り外された。1990年にインランに磁気性のレールが付設された。また、アウトランにはアルミニウム製のステージが設置され、下記にはコンサートで使用された。1992年にはアウトランがさらに3.5メートル掘り下げられ、経点が105メートルから110メートルに延長された。 また、1992年から飛距離測定にビデオ計測システムが導入された。1991年にジャンプ台を回収する決定に引き続いてコロンホップが設立された。ノルウェー東部のスキークラブの協力によりホルメンコーレンジャンプ競技場でのジャンプ競技が創出された。トロンダーホップの成功と同様である。1992年から 移動照明装置が整備され、夜間に試合を設定したり、風の状況が良くなる夜間まで試合を延期することが可能になった。ホルメンコーレンジャンプ競技場2005年6月に行われたオスロ市の20世紀を代表する建築の投票で、ホルメンコーレンジャンプ競技場は12.8%の得票で、オスロ市役所に次いで4位に選ばれた。2002年、 ノルウェースキー振興協会とオスロ市は2009年、ノルディックスキー世界選手権の誘致活動を開始した。オスロ市議会は、同大会の会場となる、ホルメン高連競技場の改築整備に5280万ノルウェークローネを、投じる決定をした。2004年6月4日に、国際スキー連盟総会で投票が行われ、リベレツ11票、オスロ4票の大差で決定。 誘致に失敗したノルウェースキー連盟はすぐに2011年大会の誘致に乗り出した。ノルウェースキー振興協会はビケルスンのフライング大拡張の代わりにホルメンコーレンの北側、オスローインターパークそばにあるロドクライブにジャンプ台を新設する希望を出した。ホルメンコーレンジャンプ競技場は2011年の世界選手権までラージヒルとして使用し、その後は ノーマルヒルに改修することとした。2005年5月、ノルウェースキー連盟の総会で、2011年の世界選手権までに、ロドクライブに新しいフライング台とノーマルヒルの台を建設することが表決された。続いて、2008年に開催が決定されるビケルスンで行われる予定の2012年スキーフライング世界選手権に、 ついて、ノルウェースキー連盟の総会でロドクライブの計画を2008年までに決定すると決めた。改修前のホルメンコーレンジャンプ競技場は、K 点115メートル HS128 メートルと、スキージャンプワールドカップで使用されるジャンプ台の中では、小規模な部類であり、2005年9月22日、国際スキー連盟は、オスロが世界選手権とワールドカップ開催するなら、 コルメン高レンジャンプ競技場の改築が必要であることを明言した。ドイツ、オーベルストドルフのシャッテンベルクシャンツェやオーストリア、インスブルックのベルクイーゼルシャンツェも同様に改築された。多額の資金を要するジャンプ台改築にあたっては、現在のジャンプ台を解体し、同じ場所にノーマルヒルとラージヒルを建設する案、現在の歴史的記念碑であるジャンプ台をそのまま、 保存し新たに2つのジャンプ台を新設する案の2つが挙げられた。2005年12月、ノルウェー文化遺産総局のニルスマルスタイン局長は、ランドマーク制と建築としての品質を維持することを条件に、スタート等の解体を許可した。保存にふさわしいのは、構造体ではなく、活動そのものであると述べた。ジャンプ台の改築には3億1000万ノルウェークローネ。 かかると見積もられ、2006年2月、イエンス・ストルテンベルク首相とクリスティン・ハルボルセン、財務大臣は、ノルウェー政府が7000万クローネを支出することを発表した。2006年3月、新しいホルメン高レンジャンプ競技場の設計案が、オスロ市から公開されたが、建設費は4億5000万ノルウェークローネに膨らんだ。オスロ市は、依然7000万ノルウェークローネのみを支出する。 計画であった。しかし、オスロ市のパーディートレイシモンセン市長とスキー連盟のドルフ・ニヒスは、ホルメン高連改築計画を進めた。2006年3月23日に、市議会選挙の公式ウェブサイト上で、ホルメン高連ジャンプ競技場は2007年春に、解体工事が開始され、改築されると報告された。2006年5月25日、FIS の 第45回総会で投票が行われ、オスロでの2011年、ノルディックスキー世界選手権開催が決定した。2007年4月25日の FIS フラッシュニュース、ナンバーワン24で、新ジャンプ台設計コンペに27カ国170の企業体が参加することが報告された。プロジェクトの予算は1億ノルウェークローネと推定される。 2007年6月25日にコンペが締め切られ、2007年9月、104件のアンからデンマークの JDS、ジュリアンデスマットアーキテクツによるナイ・ホールマン・コオラン・ファイヤーを選んだ。この新しい国立競技場の建設費は6億5300万ノルウェークローネと見積もられた。新しいジャンプ台は人工冷却装置を備え、従来より傾斜の緩やかなインラン。 ジャンパーのための新しいエレベーター、夜間照明設備、防風フェンス、新しい観客席、音響システム、スコアボードが整備される。また、すぐそばに HS106 メートルのノーマルヒルミドスタシュアンも新設される。解体工事は2008年10月16日に始まり、同年12月に完了した。改築工事中のスキージャンプワールドカップはビケルスンで、 大体開催された。オスロ市議会は2007年12月12日に、これを承認したアプルーバルバイザー、オスロシティカウンシルトックプレイスオン12ディセンバー2007。この時6億5300万ノルウェークローネと見積もられた予算は、2008年には1億2000万、クローネ増加2000、コストの圧縮が検討され、ラージヒルの建設費に7億1500万クローネ、 ノーマルヒルのミッツトゥンジャンプ競技場、クロスカントリースキースタジアム、インフラの整備を含めた、総予算は24億2600万ノルウェークローネとなった。同年夏から2010年の完成を目指して工事が開始され、2008から2009シーズンのホルメンコーレンスキージャンプ大会は、第二次世界大戦以来の中止となった。工事中のホルメンコーレンジャンプ競技場ジャンプ台の 解体は、スタートタワー下部のスキーミュージアムに影響を及ぼさないよう爆破解体ではなく小さなブロックに分割してクレーンで下ろす方法が取られ、2008年10月16日に始まり、同年12月に完了した。組み立て工事は2009年11月21日の週に8番目と最後のブロックが取り付けられることが11月18日に発表され、 2009年11月24日に長さ35メートル、重量144トンの最終ブロックが組み付けられた。新しいホルメンコーレンジャンプ競技場新しいホルメンコーレンジャンプ競技場 HS134 は2010年2月3日に FIS の承認を受け3月13日14日にプレ大会が行われることとなった。この時点では ミドスタシュアンのノーマルヒルはまだ工事中であった。2010年3月3日に、シンホルメンコーレンジャンプ競技場、HS134 の会場式で、アネッテ・サーゲンが飛び始めをしたが、主催者は、前日の3月2日に、美ーン・アイナール・ローモーレンが練習ジャンプ飛ぶことを認めた。他に、トムヒルで、ヨハン・デメニニ・ベンセン、アンデシュやコブセンが練習ジャンプで飛んだ。 主催者はあくまで公式の飛び始めは3月3日に、アネットサーゲンが106.5メートル飛んだジャンプ。ホルメンコーレンノルディックスキーコンプレックスは、スキージャンプ、ノルディック複合、クロスカントリースキー、バイアスロンを開催できる施設を備えている。ラージヒルのホルメンコーレンジャンプ競技場、ノーマルヒルのミッツトゥンジャンプ競技場、クロスカントリースキースタジアム及び周辺、周回コースである。 そして、トロンハイムのグラナーソン、リレハンメルのライスガードスバキンと並ぶ、国立のルディックスキーセンターである。クロスカントリーコースは、発着点がジャンプ台に隣接し、一周最大 16.67km で、男子 50km の競技に対応できる。バイアスロンでは30座の射撃レンジ、一周 150m のペナルティコースを備えた。 最長4トルのコースが設定できる。さらにその北西には、K 点9 5ル h s 1 0 6ルのミドスター米高近が建設されたほか、h s 5 8ルのジャンプ台などが整備される予定である。1992年の改修後、経点は1 1 0ルとなり、スタートタワーの最長部は、海抜メートルで地上からートルの高さがあり、 インランの全長は94メートルであった。ランディングバーンの最大シャドは37度、スタートタワーの最長部からアウトランの最下部までの高低差は121メートルであった。2010年に完成した新しいジャンプ台は、K 点120メートル、ヒルサイズ134メートル、ランディングバーンの最大シャドは、踏切から105.6メートル地点から120メートル、 またこの部分の幅は25.2メートルである。鉄骨で組み上げられたスタートタワーは長さ96.95メートル、最大車度36度、踏切の高さは3.0メートル、踏切から経点までの垂直距離は59.1メートル。観客席、機品席、ジャッジタワー、欧風対策の防風フェンスと一体で構築されている。このジャンプ台は オスロ市が所有し、ノルウェースキー振興協会が運営にあたる。会場への交通機関は、自動車の使用は関係者のみに限定され、一般の観客については、T ベイン路線1が使われる。最寄りのホルメンコーレム駅は、ラージヒルや、クロスカントリースタジアムまでと補充数分のところに位置し、プラットフォームは6両分の長さを持ち1時間に9000人の、 乗客を処理するキャパシティを持つ。スキーフェスティバルは1892年以来、ホルメン公連で毎年行われている、ノルディックスキーの大会である。この大会では1932年まで、スキージャンプは、ノルディック複合の一部として行われていた。1903年、オスロは、ウィンタースポーツ、ウィークと呼ぶ。この大会は、冬季オリンピックの先駆けとされ、ホルメン公連では、 ジャンプ競技が行われた。スキーフェスティバルは1926年に初めて日曜日開催となった。準ジャンプ競技が1933年から始まり、外国人のジャンプ選手が優勝争いに参入するのを容易にした。もともと競技ではジャッジの公平性を保つためとして、飛べ型店の祭典は非公開であったが、1951年にこれが改められ、 PA システム上で飛べ型展が発表され始めた。スキーフェスティバルは1924年の冬季オリンピック以前は事実上の世界選手権とみなされていた。ノルウェースキー連盟はスキーフェスティバルの権威が奪われるとして冬季オリンピック世界選手権の創設に反対した。1930年のオルディックスキー世界選手権がオスロで行われ、 ジャンプ競技では、スウェーデンのエリック・リランデルが5位となりノルウェー勢の10位まで、独占はならなかった。1952年オスローオリンピックでは2月24日の、ジャンプ競技に12万とも15万とも言われる観客が集まった。公式記録では14万3000人とされている。試合は、地元ノルウェーのアルンフィン・ベルクマンと、トールビョルン・ファルカンゲルが、金銀、 スウェーデンのカール・ホルムストレームが銅メダルを獲得した。1966年、ノルディックスキー世界選手権では70メートル級がミッツトゥンジャンプ競技場で行われた。1979年から1980年のシーズンから FIS スキージャンプワールドカップ。1983年から1984年シーズンから FIS ノルディック複合。 ワールドカップが始まり、スキーフェスティバルはこれらに組み込まれた。改修前のスタート地点から見た、競技場旧来のジャンプ台では、夏の間、アウトランの池にステージが設けられ、コンサート、劇、及びエンターテインメントの円形劇場として使用され、サマーコリンと呼ばれた。1963年から観客席の南側に小さなインランが設置され、 スキーヤーやダイバーが池へのジャンプを行い、1963年から1983年の間に9回大会が行われた。1983年に始まったタスジャン戦は NRK で放送され、サマーコリンの最も人気があるショーとなった。この番組で2つの人気レースが行われた。1つは自作の乗り物でミニインランを滑り降り、続いて、 水面を進んで最短時間でベルを鳴らす競技。もう一つは自転車で不安定な受け橋を渡りきる競技であった。改修前の古いジャンプ台は2004年のアメリカ CBS のテレビ番組アメージングレース6い第2ステージの舞台として使用された。参考文献。ありがとうございます。